不要になった服を持ち込み、好きな古着と交換する新たなタイプのショップが、今日から3日間限定で静岡パルコでオープンしています。この服の循環サービスのショップは、服を売らないアパレルブランド、エナジークローゼットが運営するクローゼットトゥクローゼットです。店は完全予約制で、事前に3000円の入場料を支払います。そして不要になった服3着を持ち込むと、店内にある服を3着持ち帰ることができる仕組みになっています。ただし、子供服や下着などは対象外です。自分が好きなお洋服をおしゃれが好きな人に着てもらえるっていうのがすごく良かったので。ショップは今日から3日間の限定オープンで、予約の受付はあさっての午後6時までです。